どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけで今回もやっていきましょう。実況パワフルプロ野球2016、今回はサクセス、草野球編やっていきたいと思います。視聴者さんからのこうコメントといいますか、ツイッターとか見てるとね、結構草野球編も面白いよという話を聞いたんで、今回はこちらやっていきたいと思います。いきましょう。始めます。全くの初見プレイですね。やっぱこう初見プレイってのはいいですよね。こう気持ち的な意味合いで、かなりこうなんでしょう、ドキドキワクワクが止まらないといったところでしょうかね。とりあえずじゃあ相変わらずウカで行きましょうかね。あーはい、じゃあ、決めた。うん。よし。急遽変更します。今頭の中でちょっと考えてた。普通にやろうと思ってたんだけど、変えます。もうみんな、やっぱりね、僕の実況動画といえばこれでしょう。ある意味ね。間違えた。名前じゃなくて本名なんかいいな、これ。名字。まあ、ストーと打てば誰だかわかるでしょう。もう僕の動画でストーと言えば彼です。そう、ストーレート。ストーレートの直球人生、草野球編。要はストレート一本縛りやっていきたいと思います。ねえ。そういえばやってなかったなと。だからストレート一本縛りかつ、なんでしょうね、こう、クリア、をやっていきたい。初見プレイ。まあ、で、レイトだと。立ちつてと。まあね、結構みんな、ストーレートのコメント、動画とか見てくれて、それで非常にちょっとやっぱり、こう、ストー愛が伝わってきて非常に嬉しいなんていう話でございます。ちょうどいいぐらいに、こう、名前にストーってあるもんね。す、立ちつてとで、これほら、読み合い。す、どうじゃないんだよ。ストーがあるからね。ストー。よし。で、セネームは、SUTHO か。SUTH、あ、違う。OH か。SUTOH だ、ストー。オッケー。O って伸ばすですからね。左に投げです、投手。左投げ、左打ち。オーバースロー。どっかにあるかな。多分、いくつだっけな。90あたりだったかな。違うな。45か。なんか何でしたっけ、あれがあった。トルネード、トルネード。どうだ、トルネードあるかな。これ47じゃないな。40、違う。45。来た !45! やっぱりね、45なんですよ。で、球の速さと。で、難易度はまあノーマルでやっていきましょう。オリジナル投手、そうだな。まあとりあえず、適当に入れておきますか、選手。どうしよう。とりあえず、じゃあ、オーレン。あとどうしようか。外野手、フリーケット。と、下の方になんかいるかな？サイボングか。じゃあサイボング入れておこうかな。と、あと、ピッチャー一人、青入れておこう。で、あと、オリジナル、あともう一人、そうだな。あとは、ピンズ。投手は最悪僕がいるんで、そんなに入れなくていいかなっていう感じですかね。OK。使用。あ、いろいろできるんだ、これ。大丈夫、博士に必ず会える。大丈夫、博士成功か。ちょっと、これは、放っておこうかな、とりあえず。ノーマルでいきますか、これは。折り辺習得時にワンランク上の球種が習得できる。でも変化球とかないもんな、あんまり。いや、保留しておきます、これ。あんまむやみに使うべきではないと。とりあえずはストレート一本でどこまでできるかっていう検証ですから。はい。俺は甲子園使用後将来、期待されドラフト3位指名、もうプロ入団果たしてんだね。へぇ。しかし入団直後、街でひったくり事件に巻き込まれ、格闘の末に犯人を取り寄せ、女の子のお金を取り戻すが怪我を負ってしまった。まさか？うわぁ、引退か。そう、こんなことで野球忘れられない。草野球からの俺はプロに戻ってやる。おいらも協力するでやんす。まず体を、戻すためにマイペースにプレイできる草野球チームを作るでやんす。矢部くんと共に、草野球チームドリームバックス。なんだこのもう一人の影の男は。何？ドリームバックス、スターバックス言っちゃったかな今。ドリームバックスね。スタバは全然違うわ。はい、やっていきましょう。あ、一人の男から声をかけられる。私は、吉継ウコン。吉継ウコンか。はい、草野球連盟。ケキョ。ケキョ、語尾にケキョがつくんだね。話は矢部くんから聞いてもらったケキョ？野球チームを作ったそうだな。名前はドリームバックス。そうですね。まだ二人だけ。二人しかいねえのか。まずは練習できる環境を作る。ははははは。チーム員や練習する球場。まあ、いろいろあった方がいいっすよね。球場や機材やレンタル、維持、場合によってはチームの、金がいる。1500万あるんだ。はぁ、なるほどね。チームメンバーを増やしていこうと。はーい。素晴らしい結局。ますます君に協力したくなった結局。え？協力？
君たちのチーム作りを、手助けさせてほしい結局さらに自分の、活躍するための大きな舞台を提供しよう。マジか。どんな舞台でやんす？史上最大の？史上最大の？何？最大のアマチュア野球大会。全日本アマチュア野球大会の開催だ結局。すげえな、アマチュア。生むだ結局。何が史上最大なんですか？参加チーム。うわ、すげえ！うわ桁がすごいな。まだまだ増える予定だ結局。へえ、マジか。甲子園のだから3倍近い。2倍以上でね、多かれ少なかれ。へえ。それだけでもワクワクしないか。まあ、確かに。優勝できたらすごいわ。はっきり言うけど。広告塔になってほしい。はははなるほど、なるほど。悲劇のヒーローとして有名なんだ。なるほどね。まあでも、そうだよね。ひったくり捕まえてその怪我で引退っていうのはなかなかちょっとこう、評価ありますからね。どうかな？一緒に手を組まないか？おごってくれるの？そんなこと言って、もちろん自分のおごりだけ。おー、嬉しいね。頼んだ。頼んじゃった。ふー、くったくった。それはよかった。で、本題なんだが。あ、こんな時間だ。急ごう、矢部くん。利用するとか言われちゃったらちょっとなー、ごちそうさまでした。ひでえ。食い逃げだ、結局。あ、結局断るんだね。なるほどね。さあ、練習していきましょう。はい、本格的にまず練習していこうか。空き地だね、完全に。うん。よろしく。説明は、まあ、なんとかなるだろう。でも今、誰もいないんだよね、仲間。パワーマップも見れること。ちょっと能力、あ、でもいいな。球速135は速いし。スタミナは、あ、でも悪くない、悪くない、悪くない。あ、全然いいじゃん。おー、いい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 。変化球とかそういうの変にいかないもんだから、コントロールもスタミナも全然、もう、合格圏内って言ったらどうでしょうかね。20代があったらきつかったんですよ。よかった、30、低くて34で。スタミナなんてやっときゃ上がるしね。変化球はやらない。とりあえずはまあ、スタミナをちょっとずつ上げていこうかな。でもこれ上がんないんだよね、勝手に。さあ、何から始めたらいいか。必要最低、投手1人で野手8人をすれば。なるほどね。集めていくと、それでいこうか。空き地を使わせてもらう。専用の球場。専用の球場だってね。草野球で。へえ、すげえ。お金は契約、まあ、そうだね。お金出すでやんす。大丈夫かな。とりあえず、じゃあ、300万まで貸すよ。うん。大丈夫かな ?300 万で結構。まあ、矢部くんに任せたでしょ。仕方ないかと。はい。頼むよ。ゲームオーバーとなり、選手登録できない。なるほどね。2年目4月1日。ってことは1年間か。わかりました。1年間で、とりあえずメンツ集めなきゃいけないわけだ。まあ、とりあえずこうやってほっとけば。あ、なんだ。いいニュース。はい、何？いいニュースを持ってきて、悪いニュースはないじゃん。まあ、いいや、はい。なんと練習場、おー、いいね、見つかった。はい、はい。あ、いいグラウンドだね。いくらだい？ 1 年契約で、300万。まあ、予算額いっぱい使う。あー、なるほどね。嘘。チーム事務所も貸してくれた。契約、うん、じゃあ契約だ。値切んのはさすがに失礼だ。よっしゃい。ウコンさん。へえ、なるほどね。なんか仮を作っちゃったなー、つって。契約、おー、いいね。おっと、チーム事務所の契約と。なるほどね。これでパワーマップで見ることができると。チーム球場、練習グラウンドと。あと、チーム事務所。練習はもうちょっと伸ばしてからですかね。とりあえず一旦ちょっと、回復。遊ぶがないのか、これ。まあ、いっか。一旦休もう。ゆっくり休んで。とりあえずは、ちょっと、球速とか上げていこうかな。じゃあ、いろいろと。主にパワー重視で。街をうろついてるリセット、スーパーセント。そうだね。練習するたびパワーマップ内の場所を選ん、移動できるとね。はい。パワーマップではマップの施設情報、いろいろ確認できる。わかりました。ホテルへ行ったら誰かいるそうだ。行ってみよう。おい。お！サナーさん！甲子園から活躍するファンなんです。いいよ。はい。事務所なんて大した事務所ないからね。あと、これよかったらどうぞ。なんだい？はい。パワードリンクいただきました。タフドリンクだ。お！この天ぷらそばは、最高だっけ今日。なんでここにいるんですか？偶然いたんだ。なるほどね。あっちの席に。まあ、座れっけ今日。とりあえず、話し声だけ聞いてくれな。なるほどね。そう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 。君はこの前自分の話を断った結局。はい。自分はその理由がよくわからない結局。はあ、わからないって。もう一度プレイしたいんじゃないのか。まあまあもちろんそうだけど。リハビリに加えてプロと同じ練習メニューを徐々に取り入れていってます。最近はだいぶこなせ、あ、そう。うん。プロになると思ってんのか。
断言してやる。はっきり言うね。いつまで経ってもプロになれんけ、今日。はあ、君に明らかに足らないものがある。はあ、明らか、明確な目標設定と貪欲さだ。何が何でもプロになってるという気概がない。ああ、言われて、個人でできることは高が知れている。多くのに、ああ、まあそうだね。多くの人間と協力し合えばね。はあ、なんだか、スカウトは放っておかんだろうし、入団テストを受験できる可能性が出てくる。乗った方がいい気がしてきた。リーダー、うん、貪欲になれ。大丈夫かな、ちょっとなんか。条件があります。うん。この前みたいに練習に適した施設があったら紹介してください。あー、そう。金は俺が出してできるだけ安い場所。はー、詳しい話はまた今度だ。大丈夫かな？まあ、とりあえず、頼んでみよう。うん。何？おい、大丈夫か、ちょっとこれ。大丈夫かな？契約しちゃったけど。契約っていうか、協力を要請したけど、これ、なんか嫌な予感がするんだが。まあ、とりあえず次回行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は登録ボタンをタップしてください。パソコンからのご視聴の方は動画詳細のリンクより登録できます。ニコニコ生放送でも活動していますので、ぜひ見に来てください。またよろしければ Twitter の方もフォローしてください。動画の更新状況や生放送の情報などを投稿しております。また次回会いましょう。じゃあね。